田子敦史と言います。戦争や平和をめぐる研究を科学的にやっています。DPPS というプロジェクトを今率いています。DPPS と言いましたが、これはですね、2つのポジティブというものからなっているプロジェクトで、積極的に平和を作るのポジティブと、あとは科学的なポジティブという意味が込められて、特にアジア太平洋地域の平和と安全をどう作っていくのかをデータに基づいて分析しようとしています。私がこの DPPS につながる研究を志した背景には、国連事務総長のダグ・ハマーショルドという方の存在があります。彼の伝記がここにあるんですけれども、中学生の頃僕これを読みまして、ハマーショルドのように、平和のために、命を下げることはできないけども、働きたいなと思ったんです。今私は、ノルウェーの民間団体である、オスロ平和研究所、プリオというところのグローバルフェローをしています。早稲田大学で教えるとともに、そういった欧州の平和戦争研究のネットワークにつながって、データに基づいた科学的な、研究を、いろんな仲間と一緒に取り組んでいます。先ほどから、データっていう言葉を使っていますけど、こちらにあるような、これはアメリカの大統領図書館から取ってきた、公式文書だったりするんですけど、こういうのから、いわゆるコンピューターで処理するようにデータを作るっていうような仕事がありますし、その作ってきたデータを他のデータと組み合わせて何か仮説検証をするということもありますし、あとは最近実験を用いた、社会科学によって、平和を生み出すような心理ですね、そういうものがどうやって研究できるのかってことを取り組んでいます。こういったデータはですね、商業的平和論とか民主的平和論といった、さまざまな理論というものを確かめるために使われます。で、特にですね、アジア太平洋での、そういう仮説検証、理論を検証する研究というのは意外にまだまだやられていないので、国際関係が緊張しているということを踏まえるととても重要な仕事だと思っています。早稲田の学生は非常に好奇心が旺盛で、あとは、表立っては頑張ってるふりを見せないかもしれませんけど、非常に真剣に例えばデータの分析なんかもやってくる、もう教えがいのある学生たちの集まりです。で、その意味で言うと、やっぱり彼らがいるから僕らもいい研究ができるように、そのすごくたくさん刺激をもらってます。で、前もともと僕は国立大学で勤務してたんですが、早稲田に移るっていうのは非常に魅力になったのは、こういういい学生がいるってことと、あと実は村上春樹さんの出身校だということがあって、早稲田って聞いて分からなかったとしても、村上の春樹の出身校であるというと、どんな外国の人でも分かってくれるっていうのは非常に移籍先として魅力的でした。今のアジア太平洋地域というのは、なかなか戦争と平和でいくと戦争に近づいているような、懸念を僕は強く持っていて、でそれに社会科学は何らかの処方箋を出せると思うんですが、そのためには、アジア太平洋地域の、研究者がきちんとネットワークを作って、で協力して研究を進めることが大事だと思います。日本では早稲田以上に、こういったことに近づける、大学教育機関じゃないと思います。データに基づけば、やっぱりイデオロギーとは違って、客観的に、あと他者と対話をしながら、戦争と平和の、処方箋を得ることができると思います。DPPS プロジェクトのようなものに、関心を持っていただいた方、ぜひ早稲田大学、いらしていただければと思います。